れ様。お疲れ様。お疲れ様。ゴープロをつけながら。そうね、しょうがないよね。順調ですか？あ、お疲れです。すごい。さっきの試験やってたの？やってたみたいで、ちょうど試験やってる時に空き部屋がここだったんで。あ、そうなんだ。わかんない。どうするかな。お疲れ様。なんか、そんないっぱい持ってこなかったから。はい、こんにちは。はい、今回スタッフとしての活動もあるんですが、撮影の方もしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、コンジーピー TV としての取材も今回はしていきたいと思います。久しぶりのリアル開催ということで、非常に楽しみにしております。また現在、スタッフが準備中という段階です。はい、楽しみな2日間ですね。はい、いろいろと楽しんでいきたいと思います。はい、座長のセリーナさんに来てもらいました。どうですか？はい、あ、こんにちは。ですね、今年は、3年ぶりのフルカンファレンスということで、たくさんの方に来ていただいて、とても盛大に盛り上がっております。でスポンサーさんのブースも盛り上がっておりまして、たくさんの方々が見て回って、もう大盛況になってます。でトークの方も皆さんやはり現地で登壇する方がやはり多くて、それも賑やかで、楽しんでいます。そうですね、はい、はい、なんとか順調に運営も進んでるみたいなんで、はい、おかげさまで皆さんのサポートがあってここまで来れました。本当にありがとうございます。はい、お疲れ様です。まだ、1日目のお昼ですね、まだね、はい、1日目お昼終わったところですね、はい、なんでこれからまた、はい、また落ち着かりますんで頑張りましょう。はい、午後と明日頑張ります。登壇ありがとうございます。登壇お疲れ様でした。早速、はい、早速登壇後インタビューで、はい、昨年の座長のニッキーさんに、はい、いきなりインタビューで、昨年の座長をしました、ニッキーです。はい、登壇お疲れ様でした。お疲れ様でした。聞いていただきありがとうございます。ちょっとね、途中でなんか出入りしながら聞いたんですけど、はいはい、なかなか面白い着眼点の、はい、ありがとうございます。はい、どうでした？反応してみて。楽しく話したので私はもう よかったのと、はい、スライドがなんか、うん、その賑やかしてもらえてて、あの、なんて言うんだろう、例えが良くないかもしれないですけど、ニコ動のコメント欄みたいになってて、私はニコ動好きなんで、皆さん、あの、コメントありがとうございます。はい、なんかね、結構たくさん質問出てた感じで、はいはい、私ちょっとレシーバーをまだちょっとつけずに聞いちゃったんで、はい、そう、質問が聞けなかったんですけど、はい、はい、楽しく喋れて、本当にありがとうございます。楽しく喋れて、はい、楽しく喋れて、やりきった感じです。やりきった、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。はい、リアルイベントいいですね、やっぱり、ね、はい、いいですね、スポンサーブースもすごい楽しくて。あ、そうですか、はい、はい、じゃあこの後も、はい、はい、インタビューありがとうございます。とんでもないです。ありがとうございます。
どんな展示やられてるんですか？ ありがとうございます。フレキシーはフリーランスとか副業の方向けの案件紹介のサービスをやっているんですが、まあ、今こう認知拡大したいなっていうタイミングなので、かなり多く、多分もうご来場者全員の分以上に、ボトルとこれもらえちゃうんですか？そうです。あとこちらの、ブロックメモをもう来ていただけるだけでお配りしているので、ぜひブースまでお越しいただければなと思います。はい、多分この放送するのが多分後になっちゃうんでブースに来れないですけど大丈夫です。なんかこんなことをやってるっていう感じで、そうですね、はい、もしそういう副業とかフリーランス案件に興味があるとか、あと、オンラインのイベントもやっていて、上は終わっちゃったんですけど、下の方は、10月の24日の夜7時からなので、はい、もしイベントに興味持っていただけたら、うん、フレキシーイベントで検索をしていただければ登録の方できるので、ぜひよろしくお願いします。じゃあバイコン JPTV っていう一応 YouTube ライブを毎月やってるんで、それの取材でちょっと今一周回ってます。Okay, good. Thank you for coming. Thank you very much for accepting my talk. I'm Violeta Sosa. I come
from Germany, from the University of Münster. And I have been doing my talk like a few minutes ago, and I felt very happy. It was Tracking the Invisible, Geoinformatics and Human Behavior. And it was a great public. It was very fun with the camera and catching everyone's skeleton. So I hope everyone had as much fun as I had being here in PyCon Japan. So thank you very much for the invitation and thank you for having me here. Hey, thank you very much. Hi, ありがとうございます。ありがとうございます。トークどうでしたか？あ、楽しかったです。ありがとうございました。名前ちゃんと言ってもらうのはね、そうね、ごめんね。名前をすいません。はい、あ、福田純也と言います。はい。よろしくお願いします。トークの内容的にはAsyncIO の、はい、3.11 の新しい機能について喋りました、はい、どうでした？トークやってみて。いや、そうですね、なんかやっぱ資料作ってる間で一番自分が学べるなっていうのがあって確かにね、はい、発表駆動そうですね学習ですか、はいはい、そうカンファレンス駆動で、はい、学ばせてもらいました。リアルカンファレンス、まあ、最近よくオンラインカンファレンスには出てると思うんですけど、リアルカンファレンス的にはそうですね、去年の、うん、ジャンゴコングレス JP2021 でオフライン初めて喋らせていただいて、今回は2回目で、PyCon はのオフラインは初ですね。初、はい、どうでしたか、やってみて。いやー、なんか人がいるって、はい、いいですね。いいですよね、やっぱりね結構なさっきちょっと見たけど満員な感じで、結構いっぱい大勢の人たちがなんか聞いてる。いやいや、全然反響的には何か質問とか。あ、そうですね、質問、はい、いただいて、はい、答えられるものが多かったので嬉しいです。ああ、そうなんだ、さすが。広島から。広島からこれ来ました。はい、はい、どうですか。ありがとうございます。PyCon JPTV のインタビューやってるんですけど、これ生放送ですか。生じゃないですね、録画でやってますんで、いつ放送されるか、いつ出るかはまあ分かりません。お楽しみにって大丈夫です、はい、どうですか、楽しめてますか。楽しんでます。わざわざありがとうございます。でも広島からですよね、2人ともね。久々のリアル開催で、はい、すごいなんか新鮮ですね、こうやって集まるの、新鮮ですね。はい、私もちょっと楽しんでますけど、はい、なかなかね、こういう機会が少ないんで、はいはい、運営の方は大変そうです、やっぱりもうバタバタって感じなので、はい、頑張っております。でもいろいろなんかトラブルがあっても、それもまた新しい人たちが頑張り始めてるなという感じがするし、機材がトラブったりとかするのもまた、あ、リアル開催ってこうだったなっていう思い出せる何かですね。確かにそうですね、はい、うん、はい、じゃあありがとうございます、はい、今回は2日間とも参加って感じですか。はい、明日も僕は参加します。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、はい、あ、立花です。立花さん、はい、でも SNS だと、うん、なんか発音できない WHITPHX っていうユーザーネームでやってますんで、そっちの方が通りがいいかも。はい、あれですね、ユーロパイソンにも行かれて、はい、発表もしてきたりとかして。あ、そうです、そうです。結構なんか最近そういう活動っていうんですかね、なんかやらされて、まあ、エパックもね、スピーカー、まあそうですね、同じトピックなんですけど、はいはい、マルチポストです。ですよね、はい、はい、お疲れ様です。ありがとうございます。今なんか最近 OSS いろいろやってるっていう話を聞いてて。あ、そうです、そうです。どんな OSS なんですか。まあ、ストリームリットっていう、うんうんうん、なんでしょう、機械学習とかデータサイエンティスト界隈の人たちのための、はい、なんか easy to use なウェブフレームワークがまずドカンと有名、あと人気なのがあるんですけど、はいはい、それの拡張というか、はいはいはい、プラグインを作ったのが、そうですね、ユーロパイソンと APAC で発表したのはそれです。はい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 、でそれの、はい、その辺、その OSS コミュニティに生息していまして、うん、最近は、まあ、もう一個新しいのをいくつか作ったりとか。ん、何を作る。あと、それの、うん、ストリームリットを今度は WASM でブラウザで動かそうとか、なんか、うわ、面白いですね。なんかそう、はい、ストリームリット界隈に生息しております。乾杯。あ、これビデオなんでね。乾杯。最近動画にハマってるから。
Thank you.